YouTube でアーティストウェイ第11週3日目花です。いつも見てくださってありがとうございます。はい、今日の内容はこちらになります。あ、ちょっとデコってみました。可愛くしてみました。はい、祭壇は怪しくなくてもいいということについてお話ししたいと思います。あ、ちなみにこれはですね、昨日ちょっと100均に行って、はい、こういうのを買ってデコってみたりとか、 あとですね、ホワイトボードマーカーもカラフルなのが売ってたんでちょっと色つけてみたんですけども、まあちょっとね、見にくかったらやめるかもしれませんが、はい、可愛くしてみました。あ、これもね、新しく買ったんですけども、はい、こんな感じでですね、アーティストチャイルドになんか楽しいものを買い与えるっていうのもちょこちょこやっております。はい、それでですね、祭壇の話は、第11週の最後の方ですね、新版350ページです。アーティストの祭壇を作るっていうちょっと楽しいところがあるんですけども、抜粋してちょっと読んでみますね。気軽に楽しく創造的であり続けるには精神的な拠り所が必要だ。そのために自分なりの祭壇を作ってみてはどうだろう。でちょっと飛ばします。一つの部屋を聖なる場所と定め、自分を幸せにしてくれるもので飾ってみよう。もし部屋が無理なら、部屋の一角や階段の下の小さなスペースでも、窓枠や棚でもいい。要は私たちの創造性を花開かせてくれる創造主の存在を認め、敬うことのできる場所になればいいのだ。これはアーティストの祭壇なのだから、祭壇は厳かで地味でなければならないという古い考えにとらわれる必要はないと書いてあります。でその後にですね、まあ、祭壇にどんなものを置けばいいかっていうことがね、いろいろ載ってるんですけれども、で、ここでですね、ちょっとこの351ページの最初の方にね、こう書いてあります。創造的になれずにいる人の中には厳しい宗教的な環境で育てられた経験を持つ人も多いって書いてあるんですが、まあ、これもですね、ちょっとアメリカの本っぽいなって私は思うんですけれども、まあ、要はね、いろいろな宗教的な背景があって、中にはすごくね、厳しい環境で育てられた方とかもいるっていうことだと思うんですけども、まあ、日本人の私たちはですね、まあ、そんなになんて言うんでしょう、まあ、仏教徒だけどクリスマスもやるみたいな民族ですので、まあ、そんなに厳しい宗教的な環境で育てられたから、まあ、そこから離れるために独自の自分なりの祭壇を作るみたいなね、この課題の本来の意味合いとはまたちょっとね、違うかもしれないんですけれども、まあそのね、要は自分のなんか、そうなんですよ、なんかね、こう厳かにしなきゃいけないとか、祭壇って怪しい感じですけど、なんか怪しくしなくてもいいので、要はなんか自分の気に入ったものを並べたりとか、自分が見てなんかウキウキできたり楽しくなったり、ちょっとね、なんか本当にね、なんだろう、軸が整うような、はい、なんかそういうスペースがね、作れればいいんだと思うんですけれども、今日はですね、それでちょっと私が部屋の一角に作ってるコーナーを、ご紹介しようと思いまして、ちょっと裏返してみますね。えい、よいしょ。本邦初公開、私の、はい、部屋のこっち側はこうなってるんですが、ちょっとよいしょ、散らかってるところは映さないんですけれども、はい、例えばね、この辺とか、はい、これ今回のね、コラージュを貼りまして、でね、はい、今回描いた標語とか、はい、ライフパイのデコったやつとかも貼ったりとか、はい、あとこれね、障害者の方が方の絵で作ったカレンダーで、これとかもね、気に入ってたりとか、これは私がこの間のアートセラピーカフェで描いた絵ですね。あとこのペンダントはですね、これアーティストウェイ仲間の高田律子さんっていう方が作ってくださった陶器のペンダントなんですけども、これね、香りがつけられるんですけれども、はい、私すごいこの雫モチーフが好きで、はい、こんなね、好きなものも飾ったりしてます。あとね、これはね、同じくファーストシーズン一緒にやってくれたアーティスト仲間のマロちゃんっていうお友達が、高校の時からの友達なんですけども、作って送ってくれたね、これドリームキャッチャーなんですけども、すごいね、お花と葉っぱでできてて、はい、これもすごい気に入ってたりします。あとはですね、ここも気に入ってます。はい、これね、私リンゴ箱が大好きで、リンゴが入ってた木の箱なんですけど、それ白いペンキでね、塗って、はい、お気に入りの観葉植物を飾ったりとか、これはね、石を拾う課題で、はい、拾ってきた石だったりとか、これはですね、お外で絵を描くワークショップをやった時に絵の具がついちゃった石がね、ちょっと素敵だったので持ってきて、なんとなく飾ってたりとか、あとこれはね、同じくアーティストのね、井上美優さんっていう方がダンスのね、公演をされた時に、お庭で
育てたバラの花びらをこう踊りながらね、まき散らしたりとかするっていう演出ですごい素敵だったんですけども、でその時のねバラの花びらを片付けてる時にいるなんて言われてね、あいるいるとか言ってもらってきたのをねちょっと飾ってたりとか、あこれはですね同じく、はい、アーティスト上仲間の料理人のね高瀬妙子さんっていう方が特製のね調味料を作ってくださったんですけども、その調味料のね空き瓶がこれも可愛いななんて思って、はい、洗って飾ってたりします。はい、まあ、こんな感じでねちょっとお気に入りのものを並べてるスペースなんですけども、要はねよいしょイエイ、はい、なんか、はい、急にアップでしたけども、はい、要はなんか あとね後ろの絵の飾ってあったりとかするところもね私にとっては祭壇っぽい感じがしてるんですけども、要はなんか自分のね好きなものとか気に入ったものとか、あとなんだろうな、なんか本当にお気に入りのこうぬいぐるみを並べたりとか、なんかこうフィギュアとかねアニメグッズを並べたりとか、あとなんだろうな、なんか音楽やってる方だったらね楽器とか楽譜とか並べてみたり、映画が好きな方だったらポスターとかねグッズを並べてみたりとか、なんかそういう感じでもいいと思うので、はい、自分がお気に入りのコーナースペースぜひ作ってみてください。でなんかできたらねよかったら何らかの形で、はい、送ってみせていただけたら、すごく嬉しいです。はい、では今日はこのくらいにしておきます。はい、本邦初公開の私のお部屋でした。はい、ではまた見てくださってありがとうございました。